日本もね、時期がずれるんですけど、これと同じようなもんでですね、日本という国がおそらく一つになったのって、明治維新じゃないんですよ。逆でですね、明治天皇が死んだことなんですね。明治天皇が死んで、日露大戦に勝ったことなんですよ。で、で、これらの日、あの、明治天皇の葬式っていうのはフィルムに撮られて、で、それで日本全国で映画館でかかってるんですね。で、日露戦争に勝ったのも、やっぱり、あの、外戦パレードみたいなのが、やっぱそのフィルムとして残ってるわけです。 でこういうのをですね、見ることによって、日本人が誕生したんですよ。俺たちは日本人なんだっていう意識が芽生えて、ようやっとですね、明治維新が起こってから45年経って、対象になってから急にみんな日本人になりだしたんですね。で、あの、ちょっとね、汚い資料なんですけども、あんまりね、小綺麗なもんじゃないんですけども、えー、こういうですね、絵巻物があります。あの、 えー、大日本郵便会、講談社、キングって書いてるんですけども、あの、まあ、講談社ですね、現代の講談社が発行したですね、あの、明治大正にどんなことがあったのかっていうのをですね、こう書いた絵巻物の本なんですよね。これが昭和の初めに出た本です。えー、ですね。で、これ、まあ、拡大したやつを用意しました。えー、で、まあ、大体その当時日本人が、 明治時代どんなことに関心を持ったのか、どんなことが国民的な、あの、ニュースだったのかというのがあるんですけど、まずこれ、明治33年、提灯行列ですね。皇太子殿下ですね。後の大正天皇がですね、ご結婚されるという提灯行列。これがやっぱもう、明治の一大ニュースなわけですよ。で、日本海海戦ですね。これを明治38年、えー。日露大戦のですね、決戦であるですね、えー、日本海海戦。で、 日本海海戦に勝った同じ明治38年の勝利のパレード。これが絵本の中に載ってるんですね。こういうのがですね、えー、日本国の国民の,、まああの関心事であって、まあフィルムに撮られたものもあるんですけども、大体は写真程度なんですね。でそれをスライド上映して、あの日本中を回ったわけですで。で、同じキングの絵本の引用から続けます。えー、成金時代ですね。 人々は、どん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 金が儲かる人は儲かるようになって狂ったように金を使い出したということが載っていると。そうかと思えばですね、南極探検成功。知らせですね、知らせ。あ、南極探検、こっちだ。でこちら側はですね、あの、日本人で初の飛行機飛ばすことに成功したっていうですね、記事があります。で、あと、えー、ハレー彗星、観測に成功。千里眼の女性が現れる。 ですね。こういうのがあります。えー、日本が繁栄してですね、まあ、強国、列強と肩を並べて飛行機は飛ばすし、南極探検は行くしですね、同時に千里眼などですね、新時代のオカルトなんかも入り出すという時代。 これがもう明治の末だったんですよね。えー、千里岩をですね、ちなみに、千里岩でですね、発見されたというですね、三船千鶴子って女の人なんですけど、これのち、あの、リングシリーズの、あの、貞子の、まあ、ご先祖様として、えー、元ネタになった、本当に実在の人物なんですけどもですね。